ははい皆さんこんこにちはレクセニー講師の赤木です、えー、それでは平成30年の予備試験論文分析会、えー、商法とミリソ商法の2科目になっていきますけれども、えー、これから1時間ほどでですねお話をしていきたいと思います。で、私の、まあ、その論文問題に関してのね、えー、一応解説方法といいますか、えー、論点の細かい中身には入っていきません、えー。現場で私がどのような思考をするだろうかというね、えー、そういった視点でのまあお話をメインにしていきますので、まあ、論点の細かい中身とかね、その辺の復習はご自身でしていただくというようなことにしていただいて、どうやったらまあ必要なところに触れるか。 られるかっていうね、そこの思考過程というのをまあ確認いただければなと、まあ今後のね勉強の参考にもねしていただければいいかなというふうに思っております。はい、早速まあ商法と民事訴訟法のね二科目、これをまあ二時間二時間じゃないね一時間でね二問ということでかなりハイペースになっていきますけれども見ていきたいなと思います。はい、まず商法の部分ですね実質二問になってますね。問いの位まず問いから確認します。株主 A から上記四の請求受けた後者が本件株主総会の招集通知に四の議題 議案の容量を記載しなかお、候補者の提案には、議案、株主提案権の行使要件に関する別段の定めはないというふうに書いてますね。はい、この問いの位置ですね、えー、記載しなかったことの逃避について論じなさいというね、ちょっとこうね、あまり見慣れない問いの形になりますけれども、まあ、あの議案の要領書かなかったら、まあ、訴えとしてはこれ、決議取り消しに本来いくようなね、そういう話なんでしょうが、まあ、その決議取り消しの要件論は書かなくてよくて、とりあえずその逃避をまあ中心に論じてもらったらいいよと。 で問題文見た時点でこの議題、議案の要領というふうに書いてますね、えー、株主提案下の中でも303、305、もうこの時点でね、303、305の問題だというところまずね、えー、特定できるという状態にしておきましょう。はい、えー、まず問いの1です、ね、303、305の適否というね、えー、そういう問題だということですぐに見破りたいところです。はいい、えー、第2の問の2 え上記8の事実に関する B の公社に対する会社法上の損害賠償責任の有無およびその額について論じなさいというふうになってますね。はい、えー、B が役員であれば423かなというね、えー、そういう話、えー、まあしかも役員じゃなければまあ累積器用かなでね、えー、公社に対する責任ですのでね、まあ、これは423メインで考えたらいいんじゃないかなというね、えー、感じですがちょっと気になるのはその後ね額についてというところね、えー、ちゃんと金額も計算した上でやれよということでこれはあの金銭的な請求であれば は言われなくくててもやるといいううふうに思ってください、えー、このの損害因果関係の問題ですね、えー、これは言われなくても検討するというのを前提にしつつただ本件は問いのにあえて意図的に書いているのでそこの部分にも配点がそれなりにあるということを明示してくれているだけね書いてなくても触れるのは当たり前というふうにね、えー、もっとく方がいいかと思いますはい、まあ、そんなことで、えー、非常にオーソドックスな問題になるのかなというね、えー、問いの1、えー、内容的には303305ですのでね、まあ、総解決議の取り消し系の条文 の話だし第2問についても423条形ということで比較的とっつきやすいね問題ではあるかなと思います。でこれもちょっとあらかじめ断っておきますけどもね会社法に関してはやはり重要条文についてはもうドンピシャでたどり着くねそれぐらいの実力は持っていただきたいなという,ふうに思いますね。ね会社法のの中でも取引の効力 訴え責任論も非常に品質分野でありまして、大のえー、問いの位置については、これは訴え系のお話ですし、問いの2については責任論ということで、これらの条文がですね。探すのに苦労してたというので、ちょっとお話にならないというね、えー、そういうレベルかとは思います。はい、あとえーと。これで商法に限らずではありますが、最近の予備試験の傾向としましてね。論点よりも争点。 こういう傾向は非常に強まってますんでね、えー、既存の解釈論と言われる論点これを探す視点は絶対にない方がいいと思いますむしろ条文から要件引っ張り出して争点を探り出すそういう風な視点の方がね、えー、大事かなと思いますはい、えー、そういう意味であの論点探しとかね、えー、そういう癖を持っている方まあそれはもう論外だというね、えー、そんなことであらかじめちょっとお断りしておきますはい、えー、問題ちょっと検討をね、えー、1番から見ていくことにしましょう はい1番以下、ですね、えー、とりあえず事実関係の整理から私は入っていきますが、えー、問いの1番の第1問のところですが1番のところ、後、え、者、ー、の問題です、でトラックの運送業の公開会社でかつ監査等委員会設置会社ね、ねこれ初めて出てくる、ね <laughs> えー、そんな感じかなと、ねえー、思いますが監査等委員会と。 初めて出てくるんですが、まあ、要は一委員会会社ですよね、えー、一委員会会社で監査役が設置されない、ねえー、そういうふうなまあ会社のことを言っていきます、はい、でこれに関して発行済み株式総数100万株これも書いてありますねで後者近い将来上場する準備を定めておりで、えー、発行する株式金融商品取引所に上場する準備ですね、えー、これしておりで100株をもって1単元というね、えー、1単元100 単元、まあ、そういいった準備もしています、はい、で直書きで単元未満株式はなし308で議決権ない株式も存在しないということでね、えー、とりあえず100万株全部議決権ありとこういう前提で言ってくれっちゅうね、えー、そんな感じで書いてあります、はい、わざわざこの細かいですね議決権の計算をさせようとしてる というところも読みどころでしてね。えー、自決権のところに関して、直書き、触れてるんで、まあ、加点自由として触れるといいんだろうなという感じですね。<laughs> えー、この直書きで触れてるところは、意味があって直書きにしてますんでね。えー、問題文の中の直書き、可及的に触れた方が、まあ、点は上がるかもしれませんが、上がらないかもしれません。でそこはもう時の運ですので、えー、とりあえず余力があれば触れるというね、えー、そういう意識はあった方がいいでしょう。はい、2番。 定款には、えー、監査等委員会の取締役の人数3から5と書いてありまして事業年度は4月から3月、まあ、これ普通ですねで3、えー、末の株主に付箋された議決券優先株主もって、えー、その年度における、えー、議決権行使できる株主とすることが定められているということでもうこれ言葉で書いてくれたらいいんですけどね基準日ってね書いてくれたらいいんですがこの基準日が定められているということで3月31日が基準日で 条文124もここに触れといてください。で、この問題文の2番の横にでもね、331、124ぐらいのメモはね、少なくとも入れておくというのが望ましいと思います、はい。で、その役員構成ですね、取締役が A と B と C であり、で、いずれもステージ総会で選任されたというね、そんな感じになってます。で、B と C、社外、で、BC、で、A は普通の取締役と。はい そんな感じになってますねはいえー、でいずれも28年6月の定時創価に選任されたということでまあ任期としてはね直近になるのかなという感じですはいその後四4番で24年から継続して1万株ということでちょうど100分の1ですね議決権の100分の1はあるとでこの株式として名簿に記載されているででは えー、コーポレントガバナンスの強化が必要だということで、えー、新たに監査党員の役員選任するための株主提案をしたで,では4月10日代表委員に対し監査党員である取締役選任を6月の政治総会の目的とすることおよび監査党員について F を選任するための議案の要領を通知するよう請求したということで4月10日に303305。30 の請求したとこういうい話になりますで他方で5番後者はトラックによる運送需要の増加について業績好調な状況であったで積極的に拡大したいで必要なトラックの購入等の資金に充てる目的で5月8日に取締役の決議を経た上えで20万株払い込み金額5,000円え1株ですかね これで引き受け人について、へという新株発行ですね、20万株、これを5月8日に決議しまして、6月1日に払い込み期日と。 で総数引き受けを平にしててもらっいます、はいえー、総数引き受けのところ、ですね支配株の変更が起きるんであればちょっと注意ですけれども、支配株主の変更までは生じないので、まあ、204条以下の、ね、ちょっと細かい条文は、今回は特に影響ないかなという感じがしますね、はい。20万株です、えー、120だったものが、あま、100だったものが、ね、120に変わりますので、えー、トータル120万株、あら、デイさん、かわいそうですね、100分の1切っちゃったと, <laughs> ということになるわけでね、あららららららという、ねえー、感じがしてきます。 はい、でさらにその後弊社からの要望もあり、20万株については、えー、同月29日、定時総会における議決権行使できるものと定めたということで、こういうことですね、基準日後の株主なのに、議決権行使を認めたということで、1、2、4、4項も関係するなという感じがしてきます。はい で6番、629の開催の定時総会で議題議案の要領は記載しなかった。ということでまあ当然、デーは起こるでしょうね。デーとしてみたら決議取り消しの訴えを起こしたいで、えー、ここについては決議についての、ねえー、招集通知の法令違反なしは決議方法の法令違反招集通知かな、えー、それの法令違反するのかなという感じはするんですけれども、はいえー、そこのまあ実態要件のところだけですよね。はいえー、問題としてはこれ303、305に反するかどうかと。 いうところですねえー。300335 30に反するかどうか、まずこれが1点と基準日があります。基準日後株主にやってますので、124条の4項あたりの条文に反しないか。この点も法令違反として検討する余地はあるかなということになりますので、この2点が気づければオッケー。まあ条文。 一発でアクセスできてた方であれば、ね、あこれら議論するんだなというところは、ねえー、一目瞭然だったのではないかなという感じがします。はいまあ、303から見ていきましょうかね、えー、303、はいえー、明らかにまあ問題自体は303から入ってますので、ねえー、303、はいえー、株主、取締役に対して一定事項を目的とすることを請求できるで2項で全国の規定に関わらず取り替え設置会社。 100分の1以上の議決権以上を、議、え、決、ー、権を6か月前から引き続き優勢株,株主に限り、一定事項を目的とできるということですので、はいえー、まず332項ですね、請求時点では100分の1以上と、これは満たすことになりますね。 はいでまあ、総株主の議決権の100分の1以上の当てはめとして例えば100万株で。 308条の株主いないとかね、えー、その辺の、まあ、事実関係に触れて100万株の議決権持つ株主がいる中の1万株持ってるからというね、えー、こういう当てはめしたらちょっと丁寧ですねまず303条2項の要件満たしてるよとで305も同じようにするでしょうねえー、305ねえー、すますあと8週間かすみませんプラス8週間これもいりますね8週間はい、えー、2項8週間 前までにしなければならないということで8週間要件も今回大丈夫ですね4月10日にしてますので6月29日から考えると2ヶ月以上前ですので8週間要件満たすということでここも OK と8週間以上前ですねなので303条2項要件満たしますでさらに305条も議案の要領通知ですよねこれも同様1項 え本文正し書き正し書きからすると一応請求時点では要件満たしてたということになりますねはい請求時点では要件満たすというねそんな感じになってますのでまあとりあえず303条2項3百5条1個の要件は充足するので原則として通知記載しなければならなかったということになるはずですいいですかね ただ会社側の反論としてはおそらくこれがあるはずですね。20万株だって発行したんだもんということで120になってないと120分の1だということで反論として総会時点では120分の1と。ということで争点見えましたね。いつの時点で 100分の1換算をするのかとこういう争点になるわけでさあそこについて自分なりの答えが出せたら OK です。はい、株主提案権の重要性からすると株主提案権行使時点 これで見るべきだというのも一つの考え方としてありますしこの株主提案権そのものもですね、えー、行使できるかどうかは基準日次第ということなので基準日時点で見るっていうのも一つあるよ、ねえー、話かなとは思います、はいえー、とりあえず株主提案権、えー、株主の,その、えー、活,発活発なえ議案提案これをね、えー、することによって株主総会の活性化を図るという、ね、そんな趣旨ですのでできるだけ認める方向でいくべきだというふうに考えられますねそう考えるとやはり総会時点ではなくて 請求時点または基準日時点とするべきかなという気はします。 基準日時点というのが一番きれいかもしれませんねだって基準日の株主に議決権行使させるわけですからその時点で株主提案権等の要件も充足性を判断するべきだとこれ一番きれいな感じになるかもしれませんねなので、まあ、基準日時点というのもね一つの答えとしてはありえるかなという感じがしますはいということで、まあ、今回まず載せるべきだったというね、えー、そういう方向になりうるところですが はい、124条の問題もあります、はい、条の問題もちょっと触れた上で答え出す方がいいでしょうね。124、はい、12条の4項が議決権に関してのお話ですね。124、えー、基準日株主が行使できる権利が総会または書類総会における議決権である場合株式会社は基準日後に株式取得したものを全部一部当該権利行使することができるものと定めることはできる。ただし 当該株式の基準未株主の権利を理することできないというようなことでなるほどと総会時点ではこうすると124条4項に反するとこうしておけば総会時点での基準計算とこれあかんだという感じに持っていけますね。 基準日株主の権利を害することになっちゃいますからね今回の株主提案権もし認めないとすると基準日株主の権利を思いっきり害するということになるんでこれは4個たし書きに反するということでできないよというふうにしていくのがまあ一つ考えられる立論かなと思います。はいという感じの問いのちの検討ですね、えー、まあ条文の特定で困ってたらこれはもうしゃあないですけれどもとにかくまずは条文特定してその要件検討をする。 で、その要件検討したら、まあ会社側の反論を次に考えてみてで、争点に対して自分の答えを出すとで、その際に幅広く条文と事実関係に。 アクセスするということで加点、まあ、も狙っていったらまあ、ねえー、この問題については6割ぐらいの得点は、ね、できるんじゃないかなと少なくとも、ね、条文触れて一応の水準は軽く超えるだろうという気がしますしあといろんな事情に触れていくことによって、まあ、優秀まではいかなくてもねちょっとまあ商法の中でもね、えー、現場思考的な問題にはなってきますけれどもただまあね、えー、ある程度現場で争点を作るというね、えー、そういうのに慣れていれば ほど苦労することもないね問題だったのかなという感じがしますはいそんなことで問いの1ですねちょっとこれは取っときたいねできる限り幅広くね点を取っときたい問題かとは思いますはい最低限この要件検討でしょうね最低限303要件検討で時点どうするっていうねその問題に対する答え出す これは最低限ラインかなという感じでしますでプラスアルファでそのあたり124条の加点自由であったりとか議、えー、決権のその細かい計算ですね、えー、100分の1というふうに言うために、えー、その時点で議、えー、決権何ーあったかとかねその辺の事情に触れることこれらによって良好にどん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 近づいていくね感じなのかなというふうに思われますはい以上でとりあえず問いの1おしまいにしておきましょうかはい、えー、問いの2関係ということで、えー、次の項目に入っていきますはい、えー、後者 に関しての、A、取締役 B に関してのお話です。はい、A、B はこれは社外取締役でしたね。でこれについては年間600万のみと、わざわざ報酬が書いてます。でまた。 A、B は後者の監査等委員である取締役に就任するにあたり定款の定めに基づき423の責任について職務を行いつき全員重大な過すがない時は425の責任限度額を限度とする旨の契約を会社と締結したということでおよと責任限定契約とで責任限定契約による面積は425から427のどれ というところで見せらないようにね、425は総会決議によるものですからね、425そのものではないのでね、425ではなく、427ですね、責任免除ということで、427かな、取締役等による免除に関する定めではなく、427かな、今回は427でやっていくような感じかなと思います。はい。<laughs> で427の、まあ、どうもね、えー、責任限定契約があるっぽいということであこれで額の計算かという感じかなというね、えー、額あわざわざあったのはそのせいなんだなというふうに、ね、ここの段階で気づきましょうはい、えー、その後8番校舎、えー、トラック駐車場地確保する必要があったとで適切な土地は見つけられないということだったので 定合同会社ビクッとしますねこれね「定合同会社」ってねまさか持ち分会社とかねそんな感じで聞かれるんですけれども弊社が B のまあ100株ですね100%持ち分そんな会社ですでこの弊社からトラック用地として賃借するということになりましたはい賃貸借契約ですねで 後者の代取。E。えー、これは、都合上、用地の確保が急務。で、弊、え、社、ー、の全部持ち分を有する B の意向を尊重する姿勢と。で、29年4月,4月1日、E が後者を代表して、B が代表する弊者とも代表 B らしいですね。との間で、このーチについて、賃貸期間。 30年6月まで賃料月300万とする賃貸借契約と。で、後者は必要な手続きは経ていた。で、相場の2倍というかなり高額だったけれども、30年6月までに支払ってたよと。月300万、相場の2倍です。ということからすると。 相場は150万とということになりかける12か月分ということで1800万の損害があるんじゃないかというふうな計算をまずねえパッと出てくるというところにはなってきます。はいはい、1800万の損害がどうもありそうだということで、はい、B の後者に対する責任逆だすいません。 後者の B に対する423の責任追及ですね、えー、これをまあ考えていくということになりますね。はいで今回は、キラーンと光ってるものね、役員の兼任があるというところで、疑わなきゃいけないのは、利益相反取引ですね、役員の兼任というところから、利益相反にちゃんとね、アクセスできるようにしてくださいはい。 ということで4233項の推定規定もちゃんと触れるというのがね最低限の要請になってくるだろうという感じがしますはいということでまずは423の要件検討していくよということで、えー、役員等に当たるから任務形態はいこれについてはまあ本件はね少なくとも直接取引でしょうね取締役が 第三者のために株式会社と取引をしたということで2号の直接取引に当たるとで「ために」のところ「名義で」というのは一言触れておくとより丁寧ですね、えー「ために」1号と違い「名義」で判断するとで名義でいくと相手会社は定社ですので第三者のためにが一応文言に丁寧に当てはめた感じですね第三者のために に当てはめるのが文言上きれいかなという感じはしますただ全持ち株 B が持っててでかつ代表も B だということで事実上まあ一人会社ですしねえ一人会社でもありかつも実質的に B と定者は変わらないというふうに考えたら事故のためにもありうるとは思います。 はい、ただこれは三角つけときました。えー、ここのところはまあ事故のためにってすることは 法人格認私だったらあまりあの冒険しない派でね、えー、第三者のために無理やりね、何、えー、て言うかな、えー、ごめんなさい、無理やり事故のためににするんじゃなくて、えー、とりあえず無難に第三者のためににしておくと、確かに法人格ね、えー、否認できる事情があれば格別とかね、そんな感じで逃げるかなという感じがします。確かに実質的に見たら同一視しようなものがありうるけれどもね、法人と個人は別人格だと。 ととといいうことで、えー、これででれくかなと、はいえー、事故のためにに当たりますので、はいえー、任務形態の推定が働くということになりますね423条の3項1号、ね、423条の3項1号これによる推定が働く、えー、任務形態ということになっていきます。はい ねえー、423ですね、えー、その辺の条文の要件検討ですね、えー、ここにちょっと入っておく、2、えー、けたについては3考の推定にまず触れるというね、えー、そういう意識がまあ不可欠かなという感じがします、はい。で、その上で推定で終わらないっていうのも大事でね、推定破る事情があるかどうかと。 いうところも一つ意識しとく方がいいかと思います。はい、えー、今回推定破る事情として何かこの B さんの方が損害でないためにいろいろと任務を尽くしたという事情があるかですが、そういう事情はどうもなさそうだという感じですね。えー、B さんが何かね後者、えー、さんのために、えー、その損害回避するために特段の努力をしたというふうな事情もないので。 破る事情はないと一言触れとけばいいですね、ここはね、えー、推定を破る事情は特段見当たらないというふうに知りたいたらいいかなというふうに思われます、はい。ということで、あとは損害因果関係。ということで、はいえー、今回の利益相反取引によって損害1800万ですね、これがあります。 で因果関係も特段、まあ、今回は否、ね、定する要素ないかな、えー、に向けたいなければ損害なかったとで、えー、利益相反取引しなければ損害は生じなかったというふうに言うので、まあ、因果関係も、ねえー、条件関係だけ触れておくというふうにごまかしておくのもありでしょう。はいえー、それから、4281個に触れておくのも必要でしょうね。 二無形態の消極的要件という意識でいいのかなと思うんですが、4281項、えー、3561項2項の取引で事故のためにした取引に限るについては、えー、奇跡中、えー、これがないということで免れることはできないというのが428の1項です。はい、なので、えーと、不可抗力の公弁ですね、自己取引だったらできないけれども、まあ、第三者のためににするならば、 不可可抗力公弁は可能だよとということになりますねなのでここは整合性をとるようにしといてください、ね。えー、もし事故のためにであればまあ過失なしという反論これはありうるんです。で過失なしという反論に関してこの428まあ予見可能性もあるし損害の回避可能性もあっただろうと気がするんですね。 B さんからするとこんな月300万で取引したら後者が大損国土ということは予見可能だったしねえそれ避けるために例えば相場通りにするとかね十分できたじゃないかということになってくるので過失があるるなとといいいう感じで当てははめてきると思いますねそうい,いうことで過失なしの主張は通らないということでえこれは不可抗力の答弁も立たないよということでここまでが請求原因 まあないしはねちょっと公弁的な話も入ってきますけれどもまあ要件検討のま,あまず423の柱部分とここにあとは面積の条文ですよねえ今回の事案とすると427責任限定契約がありますはいえ責任限定契約で427 424の規定にかかわらず株式会社は取締役の4 2 3以個の責任について当該非業務執行取締役が職務を行うにつき税意でかす重大なかすがないときは定款で定めた範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を提携することができるものの定款で定めることができると、まあ、長い条文であるんですけどね、えー、今回この定款で定めた責任限定契約で会社が定款で定めた額と 最低責任限度額どちらかというね、えー、そういうふうな、まあ、一応比較の条文があってあれ最低責任限度額って何ぞやというところに427だけだったらねちょっと引っかかるところはありますがこの辺条文として425ですね、えー、そこをもう少し、えー、触れられるといいのかなと思いますで425前条の規定に関わらず4 2 3以個の規定、えー、全員無重化する時 賠償責任を負う額から次にかける額の合計額4271個において最低責任限度額というを控除して得た額を限度として免除できると。はい、ということで最低責任限度額、まあ、427で使うねお話ですが要は425の1個を角合ですよね、えー、そこの金額をまあ計算していくということで、まあ、今回だったら1号派ですね1号派が最低責任限度額になるかと思います。 えー、今回はね、大取りでもない平取締役ですので、派、えー、でいいかなと思います。で、2年分ですね、えー、報酬の2年分、これが最低責任限度額と。はいということなので、1200万。 はい、これを限度として残りを免除するっちゅうねそれが可能かどうかと。ということなんであとは全員無重過失ならば600万免除が可とこうなります。427条1個ですね。 まあ、最低責任限度額というのが425の1個1号母から来ますのでね、えー、そこで最低責任限度額って何で 600×1200 で全員無重過失と言えるかどうかということで、えー、全員かどうかというと今回相手本人ですからね B はね B は損害発生することについて。 十分に予見可能だったと容易に予見可能でかつ極めて容易に回避できたので少なくとも重過失はあるというふうに言っていただいていいかなという気がしますね、まあ、悪意の認定までしていただいでも結構ですけれどもここを満たさないと、まあ、少なくとも善意とも言えんかなという気がしますけどね、えー、そこでまあ切っていただくのもありうるかなという感じはします。 はい、少なくともまあ、ね、事実関係からすると重過失のところを、ね、認定するというのがまあ不可能ではないかなという、ね、感じはするんですがただまあちょっと微妙なものは8番の中に上がっていますで、えー、何かというと適切な土地を見つけられないという状況だったので要はこの土地を見つけなかったらどうなったかというと得られるはずの利益も得られなくなっていた恐れがあるんですね。ねだからそそのの分あるるであのそれを回避するために まあこの高額でまあ購入することにしたんだと、えー、購入じゃない、えー、この高額で借りざるを得なかったと、ねえー、ちゃんと儲けようと思うと、これぐらいのコストは欠かせなかったんだというふうに考えると、重過失まではないというふうな当てはめも十分可能かなという感じはしますね。確かにちょっと B が持っている土地を借りるというのは軽、ね、軽率だったという、素しでは免れないでしょうが。 会社の利益を得る可能性を十分一、ね、応、えー、得させるためというふうに考えたらそれであれば仕方ないねと今回の損害回避のためにやむを得ない方法だったというふうに考えるとここは。 600万の面積認めるっちゅうね。えー、そういう方向,方向もまあ考えれるかなという感じはします。はい。えー、ちょっと今回の事実関係ね、えー、悪意、まあ、悪意言ってもいいかな、微妙だなという感じはするんですけどね。えー、会社損害しても発,、ね、発生してもいいんだ。ねそれでも構わないというね、なんかこう悪質な認識まであったのかなというね、えー。そこは結構微妙な感じはするんですけれども、えー、悪意重過失。 まあちょっとね、えー、事実関係として悩ましい問題、ね、えー、適切な土地がほかに見つかってないというね、えー、ここをまあ当てはめでさらに使うと、加点が狙えるかなという感じがするね。結論としてはどっちに振ってもいいと思います。確かに、えー、適切な土地見つけることはできなかったと。しかしかながら 相場の2倍であることを分かりながらあえてその額で貸したののは B ででもありますなのでそういうふうに持っていくと重貸しさ少なくともあったというふうな当てはめもできますので要は当てはめの際に僕よく言うことですけどもね両方向事情ある時には両方向触れるというところをねやっとく方がいいんだろうと思います。なのので今回確かにその B 損害分かってただろうという事情ももちろんあるし逆に回避しようとした事情もありますのでねえ要はプラスマイナス両方向の事情ありますので広く触れるというのがまあより加点を狙う上でねで不可欠だったんじゃないかなというふうに思います。もちろん書いてなくてもねえ一定の水準は軽く超えるだろうというふうに思います。第2問に関して言うとまあ言わずもがなではありますけど423はもうね最低限度に最低ね必要になってくるでしょうが。 ここの当てはめですよね、えー、ここをしっかりやったかどうかね、えー。これはもう最低限必要になってきますで受験生にやっぱり多いのはこの利益相反に関してなんか変なね解釈論を持ってんですね、えー、なんか変な論点的なところを持ってて条文に当てはめできない人が非常に多いですで条文に当てはめできた時点でもアドバンテージと思ってくださいからここをまあ苦もなく 事故のために何しは第三者のために会社を取引したと文言通りりすっと当てはめてきた方はその時点でアドバンテージであるという状態だろうと思われますで受験生の悪いですけれどもあの予備試験の論文に行くような人でもここの任務形態の当てはめとか、えー、その利益相反の当てはめですねぐっちゃぐっちゃっていうね、えー、そういう人はもう本当に多く見ますんでここが丁寧に条文に当てはめできてるだけで相当ね綺麗な印象を与えるかなとでさらに3項の当てはめですね推定規定これをやって 破る事情は特にないとで損害においてもちゃんと計算式まで書くとかね、えー、そのあたりもちょっとね、えー、丁寧な姿勢ですね見せる、まあ、アピールポイントになってくるだろうしあと過失のところですよね,ねそこにも触れると加点かなと最低限ここ、ね、最低限利益相反で間違ってないことですね、えー、その上でプラスアルファ損害と過失論であと面積規定もできたらの1号派ですよね、えー、これに触れてるかどうかっちゅうのは必要なところになるだろうと思います。 はい、でその上で、善意無重過失の要件検討ですね、ここはちょっと普段皆さん手薄にしているところがあるので、えー、責任限定契約の427に触れて、でえーとまあ、最低限度額に当てはめできた、まあ、それでも、ねえー、いいだろうし、まあ、善意無重過失の当てはめきっちり頑張ったというようなところ、どっちかでもきっちりしていれば、まあ、それなりに点はつくかなと、で両方できていれば、かなり優秀な答案というね、えー、そういう評価になってくるかなという感じはしますね。はい 少なくともどっちか触れてあれば、ねえー、とりあえず最低限はあるぞという感じになるだろうというね、えー、そういう気がします。はいまあ、そんなことで商法については以上でおしまいということにしておきたいと思います。はいえーまあ 慣れてる人にとってみたらね、えー、結構まあ取りやすい問題だったんじゃないかなという、ねえー、感じがするんですが、まあ、そうは言ってもね、えー、1時間10分という縛りの中でやるにはね、えー、それなりにまあちょっと焦りながらやるというところになるので少々のミスは構わんとこう思ってってください。ねえー、多少ミスしても、まあ、それなりに合格するよというのがこの予備試験でありますんで、まああので細かい条文、ああ、しまったこの事実拾い漏れたとかねあーこの条文、触れ忘れたとかね致命的な触れ漏れじゃない限りは大丈夫というふうに、ねえー、自分の中で言い聞かせておいてください。はいもう 終わった結果なんでね取り戻しはできませんからね、えー、終わったことをぐずぐずするよりは次回以降に気をつけるという感じにしておく方がいいかなと思います。はい、えー、参考答案等です、ねえー、手元にあるかと思いますけれども、まあ、あくまでも参考答案ですのでねでしかも,かも時間無,無制限で書いただろうみたいなねそんな感じのまあ答案ではありますのでんここまで書けたらいいねみたいなねそんなふうに思っていただいたらいいでしょうが、まあ、ただできるだけ条文に触れるというね、えー、そういう意識はあった方がいいかなというところでしょうね。えー、参考答案見てていいいいいいくととと、まあ、細かいところいっぱい触れるるんでねすすごいなという感じはする レジュメの4ページですか、えー、上の方の第1、2。 ここ、議決権のところで、まあ、1ページ弱使ってるんですよね。すごいなって感じはするんですけどね。ここまで使ってるのは、多分現場では無理だろうというね、そういう気がしますね。そういう意味で、まあ、そこよりも、いつの時点でというところをね、しっかりと書くというふうにしてもらったら、まあ、いいのかなという感じがしますね。基準日だけでこの答案をしているところではありますけれども、その基準日以外にね、総会日もあるし、それから請求時もあるしね、この3つの中から適切などれかとか、そういう視点で書いていただいても、もちろん OK ということになると思いますので、そこはね、 これに縛られる必要は別にないだろうという気はしています。はい。ミソシいきましょうかね。えー、まあ論点リサーチのところはまあ参考までに見ておいてくださいね。えー、こういうのって大体まあ後から皆さんね、えー、このなんていうかな、えー、論点リサーチにまあ回答してるというようなところもあると思うんでね、えー、結構まあ自分に虚勢を張ってる人とかね、そういうのも結構見たりしますんで、まああまり気にしないという方がいいかなと思います。はい。えー、ミジソ情報いきましょう。 はいえー、ミニ訴訟法のところですね、えー、この問題は、まあ、慣れてる人にとってみると、これも結構楽な問題だったのかなと気もするんですけども、慣れてない人には、ねえー、結構苦労しただろうなというふうに思う、えー、そういう問題です、はいえー。まず問いの方を見ていきたいと思いますが、えー、配転が2、2、1ということで、まあ、前半にちょっと力、ねえー、費やすという感じになるでしょうかね、前半というかね、問いの2までですね、えー、ここまではしっかりという感じにしておきましょう、はい。問いの1、先に確認すると、X から訴訟に受けた L1。 X の訴訟代理人として事例における海外にかかる売買契約に基づく代金の支払いを求める訴え提起でその訴え提起については同時訴状によって Y と Z を被告とするとでこのような訴え提起するにあたり YZ に対する請求相互の関係を踏まえつつ L1 として考える手段を検討しそれぞれの手段に付きその可否論じなさい、まあ、これ見ただけでは何とも言いませんがとりあえず Y と Z 被告に共同被告にする。 これは大前提ですねで共同被告にした上で、えー、請求相互の関係、まあ、ヒントですね、えー、請求相互の関係によっては、あ、Y、Z、41条可能性あるなというふうに気づいてください。法律上両立しないだったら41条の同時審判申し出、法律上両立しないだったらうーんという感じですね、えー、主観的予備的併合かなと。 あるいは、もう単純併合で、え、いってしまうかなと。その辺ね、え、ちょっと悩ましい問題になってくるでしょうが、少なくとも、この問題を見た時点で。Y. Z. 共同被告、ないしはね、え、被告2名。で、請求相互、この点から、41条は絶対必須と。いうふうにね、問題を見た時点で、見破るような感じにしときたいところです。はい。第二問、第三問、課題答えろうちうね。そういうことなんで、まあ、分からんということで、まあ、上、問題文見てからいこうと、いうふうにしときましょう。はい。 えー、そういうことで民訴の問題ですね、えー。こちらに入っていきたいと思います。で、民、え、訴、ー、の問題ですけれどもね、あのわ、ー、からないときにどうするかっちゅうね、えー、そういうまあ思考方法も持っておくといいだろうと思います。で、やっぱ困る問題もね比較的多いので、結論を左右する原理原則条文何かなっていうね、その意識はまあ常々持って見ておくといいかなというふうに思います。あと困ったら当事者の言いたいこととかね、これも意外に役立ちますんでね、えー、当事者言いたいこと何かないいとかね、えー、そういう視点でもまああの突破口が 見出せるということがありますのでまあ、困ったときに原理原則条文それから当事者の目線というねその辺も使いこなすという感じにするといいでしょうあと課題型はラッキーと思ってください課題型は要は問いが書いてありますのでそれに正面から答える で何か理由付けを入れるというねそれをマストにしといてくださいね結論と理由これはマストです問題提起いらねえということですね、えー、まあもう商法でも別にいらないですけどもね、えー、とりあえず結論と理由ですよねそこをきっちり書くという意識を持っておきましょうはいさあ問題文に入っていきますが X は L1 に対し 以下の言い分の通りの相談を行ったということで、X の代理人として聞きますので、まずは X の言い分ね、これを整理しておきます。は、Y に対し、代金300万で売ったと、100万住む、200万まだということでしたと、そこで Y に対し、残金払えと言ったんだけれども、Y、弁護士を代理人につけてきたと。 ということで Y XYYY の反論 y y なししとこう言ってきましたでその通知書には Z の応接間にかけるためで X に説明したで Z 資金によるものであるで Z 当ての領収書もあるで Z の代取りの名刺もあるということで私は飼い主じゃないというふうな言い方をしてましてねどうも Z が飼い主ですと。 こういうい反論をしておりますでその証拠としていろいろとダダダダダとね証拠を並べているようなねそんな感じになっていますはいで残代金の支払い求めたいということで X の Y に対する残代金ですから200万ですねこれが訴訟物になりますいいですね X の Y に対する200万の代金請求権これが訴訟物になるわけですけれども Y と Z を被告にしたいということで Y と Z を被告にするんですが単純に併合しちゃうと400万の請求になっちゃうんですねこれねどっちかからまあ取りたいという話でしょうからまずは41条の同時審判申し出訴訟というのを考えるべきだろうという気はします。はい、でまず41条の条文がありますんでね これ条文のない主観的予備的併合から行った方はちょっと要注意です。<laughs> 条文のある41条から言ってください、ね。いきなり論点から入るみたいなのはね、ね、えー、ある意味、いきなり本番に入るみたいなちょっとね、えー、ちょっとえげつない、ねえー、感じがありますので条文からいくというスタンスがいいかなと思います。はい41位、共同被告の一本に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上両立しないという時にね、えー、これが使えるわけで法律上両立せず。 これが必要なわけ、ね、でこの訴訟物 Y に対する請求権と Z に対する請求権法律上は両立しますね。法律上どっちかしか認められないそんな売買契約上の条文なかったはずでね、えー、そういうことでここは満たさないはずです。で事実上の非両立 を入れるかどうかこれがちょっと考えどころになるかなという気がします、はい、まあ趣旨としては41条両負け防止 法律上両負け防止する点に4次条の趣旨があると考えれば法律上の肥料率に限定するべきだとこういうふうになるんでしょうが事実上の両負け防止というのも防ぐ点に4次条の趣旨があるとすれば実は累積適業の可能性というのは否定されないということになりますねなのでまあここで頑張って4次条の累積適業に入ったという方もこれはあり得る答案だろうという気がします僕だったら事実上の肥料率で4次条も含めるべきだというのはちょっと頑張ってみるというのはねやってみるんじゃないかなという感じがします はい、民訴です、まだ民事系です、類推適用は十分ありうるということでね、えー、民事系ですので、類推適用に入っていただくというのは、1つ考えられる争点だろうと思います。ただ、もう1個の方法があるはずですよね、考えうる手段を検討し、それぞれのと書いているので、最低2個以上考えなきゃいけませんから、もう1個あるはずです。でもう一個のの候補になるのは 主観的予備的併合ですね一方を周囲被告他方予備被告としてやっていくとこういう話ですでここに代表 Y というのを入れると若干突破口ができてきます予備的併合主観的予備的併合をなぜ禁止するかというと 予備的被告のの地位の不安定これを理由に主観的予備的併合名分もないし認めないよというふうにするのがまあただおいおいおいでね Y を周囲にしたときには Z 代取 Y が予備被告になるしから Z 代取 Y を周囲被告にすれば Y が 予備被告になるし一緒やんこいつらという感じになるわけねあ一緒やんこいつらは別に不安定になるというふうなところでさほど大きな弊害はないというふうに言うことも可能かとは思います、はいえー、代表者とその法人という関係ですね代表者とその法人という関係です そのの使い方間違えたな逆だ法人とその代表者ですねすみません入れ替えますすいませんこっちの方が綺麗ですね、えー、法人とその代表者そういう関係ですから法人とその代表者はい、えー、そういう関係ですので特段ね、えー、訴訟を追及するのは同じだし問題ないよねと。 いいうふうに言うこととができるかと思いますなのでこっちでいけると思ったらまあ類推で頑張らないっちいうのもね一つの方法なのかなという感じはしますねはい、えー、それぞれの手段につきその可否を論じなさいということでね、えー、それぞれまあ可と考えても結構だしまあえー下側だけ可というふうにしていただいても結構だし上側だけ可にしても結構だしね両方不可にしてもう単純併合するべきだというふうにするのも OK だろうしねまあ、考えられる方法としてはね、えー、3通りまあ3通りどころかね、えー、4通り ありますね両方か両方不か一方のみかというね、えー、一方についても上だけか下だけかとかね、えー、そのと4通りいずれも理屈さえ通ってれば OK という感じになるでしょうねで20点ですので、ねえー、さほど大転換しなくてもいいというところなのかなというね、えー、そこも1つの点の、えー、取りどころだろうと思いますはいということで問いの1以上でおしまいですね、えー、とりあえずこの2つは最低限ね、えー、気づけると。 やっぱり条文から入るというねこの意識は持っときたいところかなというふうに思います。はい第2問、いきましょうかね。はい、第2問系ですがこの事例におけるお話で L1 が X から相談を受けた際の L1 と収集生の会話ですとで本件で仮に訴えていき前に否認の通知を受けていなかったとすると Y のみを被告として訴えることが考えられるでその途中で成立否認が主張されるとどんな方法を考えられますかと。 Y のみを訴えたで Y の反論としては XYYY y y を否定するそんな反論が出たときにどうするかえー、範囲数に備えて訴訟告知をすると53ですねほかにどんな方法あるかというと別訴定期 で、併合と、はいまあ、この2つがありますよとでそれぞれの方法の適否を検討しましょうでまず第1の方法を取ったとして、えー、Y に対する被告の訴訟で Z が補助参加せずかつ Z が飼い主だということで請求棄却の判決確定したとしますとなんかこれ判例で見たなという感じがしますね平成14年の1.22二というねその判例の結構似たような感じの判例にはなってきますが、はいえー、これのお話になった場合に Z を被告として支払い求める訴え誤訴を提起するで X は誤訴で Y を被告とする訴訟の判決の効力を用いることは可能かということで、はい、この場合ですね X の Y に対する請求棄却された Z 飼い主、これを XZ 間の誤素に遠用できるかと、こういうお話です。で、ここ。まあ すぐに参加的効力だというふうに分かるのは分かるけどね、えー、判決の効力としか書いてないので規範力を及ばないということまあ一言でも触れといた方がいいですね、えー、規範力はもちろん及ばないけれどもということでね参加的効力に入るというのがまあ確実な方法ではあるかとまあ細かいようですけどもね、えー、原則的に判決効ときたらまずは規範力ですわでその規範力いうのが無理だから参加的効力へというふうな、ね、流れを持っておくと より丁寧な、えー、まあ、なんていうかな、論点に飛びつかない姿勢ですね。えー、これをまあ見,せ見せることができるかと思います。はい、ということで、誤、ま、訴、あ、に援用できるか、まあ、メインとしては、規範力じゃありません。53、46ですね、えー。これを考えていくということになるでしょう。はい、で、平成14年1.22の判決を、まあ、 十分に理解している方であればまず参加することができる第三者に当たるかどうかのところがまず1個大事だしその後当たるとしてもこの判決項の客観的範囲ですねえ主要事実に限定するという話がありますねえ主文とプラスねえ主要事実それに必要な法律的判断に限定するとそういう話があるのでこの認定が主要事実に当たるかどうかと。 すすぐに見破れるだろうと思いますでしかも私の入門講座であればここはもう入門でもがっつりと言ってるところでね、えー、これは間接事実に過ぎないから主要事実じゃない従って参加的効力及ばないというね、えー、そんな話をまあ入門の最後の方でねちょっとしたような記憶はねあるんですけれども少なくとも2年の、ね、講座の中で何回か触れるようなね判例ではあるかなということにはなるかと思います。はい その意味でもすいません中身の結論までダダダとこうね先走ってしまいましたけれどもまたゆっくりね一応、えー、検討するということで一旦ねとりあえず先に問いのね確認だけしていきますはい第二の方法弁論の併合ところが裁判所弁論分離しようとした場合その弁論の分離裁量の範囲に通達して乱用、えー、違法であると主張したいでその主張の根拠なりより事情としてどんなものがあるかと,ということではい分離が 乱用へと思ってください、ね、弁論分離の乱用論あんま聞いたことねえなと,ということでこの問いのさんはあらーというね、えー、ちょっとね現場で頭をひねるというふうな感じになる問題かなというふうに思われます。はい さあそれでえ問の2問いいののをまず河川位置について事案に即して結論と理由を述べなさいということでえまず規範力が及ばないですね当事者ではないということでえこれは規範力作用させることはできないと、まあ、115の1個ですねこれでいいかな1 1 5 1号から4号ですね115の規範力の主観的範囲がどれも及ばないと。 いうのを、あ一言ずつね、売れておくということでいいのかなと思います。はいで、あと、参加的協力ということで、まあ、参加の利益の検討とで、これは53条の要件ですね、えー、訴訟告知ですので、訴訟告知53、えー、参加することができる第三者に訴訟告知をして、 でえー、4項ですね、えー、訴訟を受けた者が参加しなかった場合によっても参加できたときに参加したものとみなすということなんでね、えー、まずは参加の利益あることが効力の大前提。で、参加の利益、まあ、ここは主文限定説、ないしはまあ理由まで拡張説、いろいろありますけれども、えー、ここは参加人の法的地位、これが、えーさえー、ここの,本人,の本人というかね、えー XY の当事者間の訴訟の結果によって影響を受けるべき場合と、で訴訟の結果というのを主文の判断に限定するか、ないしは主文の判断プラスアルファ、理由中の判断によっても事実上の影響を与えるかどうかと、そういうところで、まあ、見ていくということで、ここは自説を展開して当てはめという感じができたらいいでしょう。はい、参加のの利益、はい、XY 訴訟の結果に 利害関係要件ね42条ですけれども訴訟の結果に利害関係他人間の訴訟に利害関係でこれが要件として必要になります。はい、でここの解釈ですよね訴訟の結果に関して、まあ、主文限定 という考え方もあるし理由限定理由まで拡張するともありますのでそこはもうじ皆さん自説を論じていただいたら結構です私は主文限定説ねこれでやってますけれども理由拡張説でも結構ですはいから利害関係ここは事実上の利害関係じゃだめですね法律上の利害関係じゃないといけないというところで参加人の法的地位これに訴訟の結果主文の判断が影響を及ぼすべき場合かどうかというところで考えていきますはいいでで今回でいくと Z の地位これが「丸だったら「x」から訴え,訴えられませんいいですかね「xy」勝訴であれば「z」は「x」から訴えられる心配はありませんが「xy」判決棄却であればこの可能性がありますのでこういう意味で「z」の法的地位ですね 主文の判断によって影響を受けるべき地位にあるというふうに言っていただいても問題ない、ね、事案であるかと思います、はい、主文の判断によって影響を受けるべき地位ですね、えー、X の Y に対する請求権があるなしですねこれによって Z の誤層の可能性が影響を受けるというところで法的地位への影響大丈夫かとは思います、はい、しかも法律上の利害関係ですね法的地位への影響を十分あるということでここの工程はできるだろうと思われます はい、あと四十六条の参加的効力のお話です。はい、えー、敗訴責任の分担ということで、ここは主観的範囲と客観的範囲両方ね一応要件として立てておくとより丁寧です。で、訴訟告知の場面に。 ちょっと変形して書かなきゃいけませんので参加塗り益でいうときには非参加人敗訴の場合というふうに、まあ、ここ要件立てるんですが告示者敗訴というふうに要件を 修正しとととかかなないいままずいかなと思われますね非参加人敗訴というふうな規範そのまま使うと46条まんまですからねで今回非参加人は存在しない状態です存在しないというかね、えー、参加自体がそのもそもされていませんので、えー、ここは訴訟告示バージョンで変形して書いておくということが必要でしょうでプラス、はい、理由中の判断の 拘束力も生じますが、主要事実に限定するというね、えー、そこの客観的範囲のお話も触れておくということが必要でしょう。はいで今回、告知者配送、はい、の主観的要件 OK ですけれども、主要事実ですね、XY 間の売買代金請求、主要事実は 主要事実の判断これです主要事実の判断 XY 売買の損 X の Y に対する請求権が訴訟物ですでその主要事実は XY 売買ですなので XY 売買あるないしはないこれが主要事実に対する判断で Z 飼い主かこれは 間接事実の判断になります主要事実 XY y y を否定する有力な間接事実として Z 飼い主とこうなりますのでなので今回判決の効力を用いることができるとしても XYYY がが不存在こここは及ぼすことができますでも Z 飼い主の部分は間接事実なのでその部分については参加的効力は生じないというふうな言い方をするのがまあ適切な当てはめかなと。 こういうふうになってくるでしょう。はいということであくまでも主要事実はここです。XYYY 不存在という判断についてはこれは主要事実の拘束力を及ぶ。間接事実としての Z 飼い主の部分はこれは拘束力を及ばないというね、えー、そういうふうにしておくのがまあ、ねえー、当てはめとしては適切,適切ということになるでしょう。はい最後、丸の2のお話ですが。 まあえー、できた人、そんなにいるのかなという感じもするんですけれども、ただヒントとして、最良の範囲逸脱していい方というね、ああという感じに、ね、思ってください。とりあえず、最良あるという認定してで、その逸脱乱用を認定するという、まあ、行政作用法的な発想ですね。えー、これでいったら、まず最良の認定ということで、152ですよね、えー、弁論の分離ということで。 裁量ありとで逸脱乱用あれば違法で逸脱乱用となるかどうかについてはどうする言うたら判断過程者使うという,ような話がね、えー、一つありえる話ですはい、まあ、考慮すべき事項 考慮不十分ないしは、ねえー、考慮すべきでない事情を考慮したということであればこれは違法だということになってくるね。はい、でどういうふうな事情としてどんなものがあるかということで、まあ、ここはあんまり長々とは書かないくていいです。で、ねえー、ここについてはまあ短くね、えー、ピシッと書いた上であと考慮しうる事情としてみたらこれ X の立場で考えてください。X、からすると分離されたらどうなるか。 両負けの恐れがあるんですね一方では xy 売買なし他方では xz 売買なしと事実認定の矛盾によって負けるというね <laughs> その恐れがあるわけです。で とりあえずこれ違法方向の事情としてね1個挙げましたけどもできたら肯定方向に生きうる事情も挙げとくといいですね分離する何のために分離するかっいうとややこしくさせないためなんですね複雑化防止まあここまでかけたらもうパーフェクトに近いと思います複雑化防止から分離すべき という方向にも行きるるわけでねさあ今回複雑化するか1個の売買契約ですよね1個の売買契約の飼い主がどっちかっちゅうだけで対して2つ併合しても複雑化はせんということを考えるとやっぱりこれは分離するのはおかしいと考慮すべき事項を考慮してないしということでこれは違法になりうるとまあそんな理論ができたらいいかなという感じはしますね。はいえー、10点あるけども、まあ 両負け防止とか、ね、矛盾防止というふうなところから、まあ、少なくとも、ねえー、23点拾って、ねえー、23点の足りんか、えー、逸脱乱要論とか、ね、152条の条文拾って45点。 取るというねえ。それがまあ現実的なラインになってくるんじゃないかなというふうには思われます。はい、えー問の1問いの2ですね。一応それぞれの最低ラインもね。ちょっと再度確認しておきたいと思いますが、あすいませというちゃ行ったか問いの1は41必ず触れるで、もう1個のね。主観的、美的併合まあ、両方触れるというのが最低ラインかなという感じがしますね。その上でえと、ー、問の2です。けれども、問いの2は53条の参加の利益と。それから。 えー、参加的効力の範囲ですね、えー。参加の利益についてもちゃんと自説を述べて当てはめが最低ライン。四十六条についても。 主要事実限定説を書いて、当てはめこれが最低ラインだろうという感じがしますね。はい、でその当てはめの結果がどうこうというのはさほど、ねえー、この主要事実に当たるかどうか結構微妙なものもありますので、えー、そこの事態の、えー、失敗とかね、えー、その辺の、まあ、ミスは多少は許されるだろうという感じがしますね。でそれ以外の要件もちゃんと検討してればね、えー、その辺りは総裁されるだろうという、ねえー、気もしますので、まあ、全体通じてまずは最低ラインの辺りを取れたかどうかでそれに加えてプラスアルファですね、えー、これを取れていったかどうかというふうな感じ で、えー、今回ね振り返っていただけたらいいのかなというふうに思います。はい、でまあ、多くの話ですね。ミンソはさほどさ開きませんのでね、えー、多少のミスしてもそれほど大きな失点にはならんよというね、えー、そういったところになるでしょうね。えー、さ、失点は失点ですけどね。 それほど差をつけられる事情にはならんだろうということで、まあ民訴に関してはそんなにこうね、えー、やられたみたいなね、そう,いうような印象を持ちすぎなくてもいいかなというね、そういう気はしています。はい。まあそんなことで、民訴に関しての指摘についてもね、私の現場での思考をね、どうするかというね、そのあたりまでにしておきたいと思いますが、ただもう一点ちょっと言い忘れたことがありましてですね、今回のような、その、訴訟告知の 参加的効力の問題ですね実を言うと利害対立の可能性があった時にはこの訴訟告知を及ぼすべきではないんじゃないかとその議論も今回かませることは可能かなというふうに個人的には思ってますで、えー、あくまでも参加的協力は共同訴訟可能だというね、えー、共同訴訟したのに負けたというね、えー、それが必要ですよね参加に非参加に一緒に頑張ったのに負けたこれが参加的協力の実質根拠ですから訴訟告知した でこれによって一緒に共同追加可能だったらこれは、えー、訴訟告人の参加的効力を及ぼしてもいいでしょうが利害対立の恐れがあったらこれは無理です。で今回どうかという話ですね、えー。同じ人間である Y さんが、ねえー、登場人物に出てくるわけでね、えー、Z 社さんが X に有利な方で主張していくのかなとまあまあないわけじゃないですけどね、えー、そこの利害対立の可能性がないと言えて初めて。 参加的効力を及ぼし得る、ねえー、前提が全部クリアされるかなという感じでね、ちょっとここはまあ訴訟告知の、えー、客観的要件ですね、えー、53、46の検討するだけじゃなくて、プラス利害対立の可能性というのも入れることは可能じゃないかなという気がしています。はいまあ、ここまで多分時間的に余裕ないんでね、できないかなという感じしますので、えー、そこはまあ、加点自由ということで聞いておいてください。はいまあ、そんなことで、えーまあね、私の思考過程を見せ,さ見せさせていただきましたけどもね、まあ、今後に皆さんの勉強に役立てていただけたらなというふうに思っております。まあ、そういういことで 私からの分析会ね以上で終わりだと思いますどうもお疲れ様でした